弟です。赤です。今回はフォボスがうざいということで、まあだいぶ遅れてはしまったんですけれども、フォボスの立ち回り解説動画を上げていきたいと思います。個人的に注意するポイントが5点ございますので説明させていただきます。まず1点目ですね。フォボスが陣を張っているとき、陣内のスキルは無効化されてしまいます。まあ、陣外からのスキルであればダメージを与えていけるので、広範囲のスキルを持っているキャラクターであれば陣外からダメージを与えていくといいのかなというところです。まあ、あとは通常攻撃であれば陣内からダメージを与えていけるので、元々の通常攻撃が強いキャラクターだったりですとか、通常攻撃コンボ強化などがついているキャラクターであれば陣内からダメージを与えていけるのかなというところです。続きまして2点目、召喚モーション中はダメージが1に変換されてしまうということで、まあ、召喚モーションをフォボスは割とね多めに使ってくるんですけれども、その際にダメージが全て1に変換されてしまうので、なかなかねダメージを与えられなかったというように思っている方とかもいらっしゃると思います。まあ、感電とか暗闇等の状態以上を入れてもダメージ1、召喚モーション中はダメージ1に変わりがないので、気をつけていただきたいと思います。続きまして3点目、鏡を召喚した際に鏡から出てくる星のエフェクトに当たってしまうと混乱状態になってしまうというのもめんどくさいポイントの一つですね。まあ、鏡はコロリンでも壊せるので、鏡を出した時にはコロリンで壊していってもいいのかもしれません。続きまして4点目、状態異常をかけると一定時間後、まあその状態異常をこちら側に反射してくるというような攻撃をしてくるんですね。まあ、そうすると同様の状態異常、フォボスにかけた状態異常がこちらにもかかってきてしまうというようなところで、状態異常をかけていくキャラクターを使うときには、まあね、周りの人たちにもその状態異常をかけてしまうので、まあ、注意して使っていかないといけないのかなというところです。5つ目、残属性、打属性が有効で、属性ダメージは炎が入ります。まあ、残打炎属性が有効の、ま、属性というような形になっております。ということで、まあ、早速フォボスと戦っていきます。では実際フォボスと戦っていきたいと思います。召喚モーション中ですねはこのような形でスキルダメージは入らない仕様になっております。召喚中以外であればこの陣ですねを張っていない外からであればスキルのダメージは入る仕様になります。このような形でこの鏡から出てくる星のエフェクトに当たってしまうと混乱状態になってしまいます。この3方向に打つビーム、これがデンジェラスアタックの仕様になっておりまして、スキルを打つ動作中でもこのビームに当たってしまうとダメージが入ってしまうという仕様になっております。このように陣の外からであればスキルダメージも入るような形になっております。以上、まあもう分かっている方とかもいっぱいいらっしゃるかとは思うんですけれども、個人的にかなりめんどくさい敵キャラクターであったので動画出させていただきました。最後まで見ていただいた方どうもありがとうございます。今日はこの辺りで終わっていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。赤でした。